皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃介です。今日はですね、先日購入して進水式をしたカヤックで、滋賀県近江八幡市かな、西の湖っていうね湖に遊びに来ております。はい、せっかくなんでね、あのカヤックも楽しみながら、こういうアマチュア無線もね楽しもうということで、今日はアイコムの ID31 持ってね、遊びに来てますんで、まあ、ちょいちょいと、声出しつつ、まあ、なかなかちょっと、ロケのいいところではないので腰難しいかもしれませんが、なんか聞こえてきたらね応答したりしながら楽しみたいと思います。JE3MQP、 こちらはジュリエットジュリエット0ノベンバースエラユニフォーム JJ0NSU ポータブル3どうぞ。はい、J3MQP、 こちらは JJ0NSU ラストレターユニフォーム、ラストレターユニフォームです。ポータブル3は滋賀県近江八幡市、滋賀県近江八幡市の、湖の湖上からです。どうぞ。J3MQP、 こちらは JJ0NSU ポータブル3近江八幡市です。CQ430、 こちらは JJ0NSU ポータブル3滋賀県近江八幡市移動です。ノーカデルの更新となります。応答いただける方いらっしゃいましたらコールください。受信します。どうぞ。誰もいない。はい、ということで、現地でエンディングちょっと撮り忘れてしまったので、帰ってきてからお話ししていますが、どう？一曲しか更新できなかったけど、僕はね、こういうアマチュア無線の楽しみ方好きなんですよ。一生懸命、アワード集めるとか、コンテストで更新数稼ぐっていうのも面白いし、僕もそういうことやってた時期もあるんだけど、他の趣味も楽しみながらアマチュア無線もこれ一緒に楽しめる。特に僕の好きなアウトドアでは一緒にアマチュア無線、ライセンスフリー無線楽しめるんで、こういう遊び方どうかなと思ってね、提案させていただきました。はい、こんな感じでね、せっかくね、カヤック買ったんで、この間カヤックのね初めて、動画に出した時も言ってたけど、また移動運用を目的としたカヤックでの、まあ、海か湖でのね、遊
遊びなんていうのもいいかなと思ってね、また動画にしていこうと思っています。この動画が良かった、楽しかったという方は高評価ボタンを押していただけると、ももすけの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもやってます。説明欄のリンクからツイッターチェックしてフォローしてください。以上、ももすけでした。バイバイ。